では仙台のスタメンと予想フォーメーションです。 4-4-2 のシステムで前節甲府戦から2人スタメンを入れ替えてきました。ゴールキーパーストイシッチ、フォーバック右からマセ・ヒラオカ、キムテヒョン、石原貴義、この4人は前節と同じです。そしてダブルボランチにフォギーニョと中島を予想しています。右に名倉、左に木田、2トップは前節と同じ富樫と皆川です。アウェー山口のスタメンと予想フォーメーションです。こちらは中盤にアンカーを置く 4-3-3 のシステムで前節大宮戦からスタメン2人入れ替えています。ゴールキーパーは関、フォーバック右から石川、渡辺、ヘナン、左に橋本、アンカーポジションに佐藤健介、そしてインサイドハーフに山瀬と、今日は田中に代わって上垣が入ります。右のウィングに高木、左に沼田、そして今シーズン初スタメンとなりました岸田がワントップの予想です。沼田クロスを選択、ファーサイド、石原貴之こぼれてきて上垣、縦パス1本うまくフリックして受けました富樫、ここから狙っていきました。立ち上がりハーフラインよりも手前だったんですが、意表ついていいシュートでしたね。ゴールキーパーの関が上がっていたところ逃しませんでした。中島が寄せます。ここでボールをカット、仙台マセ欲しがる皆川、その皆川へ、中にはマイナスのボールからシュート、木田のゴールで仙台先制。まあ、ここの奪われ方が悪かったですよね。まずでこの後背後をしっかり取った皆川選手がマイナスを選んだ選択が良かったのと、木田選手の落ち着いて左利きなんですけどね、右利きで冷静に流し込みましたよね。キムテヒョンです。ただここでボールをカット、岸田笛が鳴りました。再び仙台2枚目イエローカード、ああここでキムテヒョンにイエローカード、レッドカードが出されました。遅れて足に行っちゃってますよね、危ないプレーですよね。センターバックの一角を失うという形になりました。ホームのベガルタ仙台です。山瀬です、打たせて高木へ、高木のクロス、ファーサイド飛び込んでくる、決定機平岡阻止、先ほどのシーンです。センターリングも素晴らしかったですし、橋本選手がここにいるんですよね。平岡選手ナイスクリアですね。中にはセンターバックの2人がまだ残っています。山口、石川、右サイド高木のクロス、ファーサイド折り返し、こぼれてきて山瀬、こぼれている、押し込めるか、ポストに当たる、ピンチを脱したのは仙台です。先ほどのシーンです。ヘナンが最後左足、惜しかったですね。右から行きます名倉、名倉のクロス落として、もう一度今度は富樫振り向いて左足のシュート、2試合連続弾、仙台一人少ない中で富樫啓真、大きな大きな追加点です。ボールを奪ってからですかね、ここからの流れるような攻撃でしたね。ほとんどのシーンが多分ワンタッチだと思うんですよね。ここから、まあ、富樫選手 もうボールを受けた時にはゴールを意識したコントロールでしたよね。富樫選手らしい振り向きざまの素晴らしいシュートでしたね。カーバー石川です。ショートを選択、佐藤健介ニアサイドクリア、ミドルを狙っていきました。山瀬です、ニアサイド、こぼれてきたボール、ここから左足のクロス、ニアサイドヘッド、1点返しました山口。
10人と少ない仙台相手に2点ビハインドだったんですが、1点をまず返していきました。アウェーの山口です。石川選手ですかね、丁寧な左足のクロスですよね、まあ、ここに入ったニアの岸田選手ですね。仙台も左サイドバックに石原貴義で、そして左のサイドハーフに内田、その内田、お二人で行く、大曽根、大曽根、関のビッグセーブ、先ほどのビッグチャンスのシーンです。仙台関選手動かず我慢してましたよね。素晴らしい反応でしたね。前を向いた吉岡、ここで島谷に渡らず、ストイシッチ最後キャッチング、試合終了の長い笛、10人だった仙台耐えて耐えて耐え忍んで勝ち点3を得ました。